はい、えー、31日目、こんな感じ今日はちょっとキャッチボールしたんですけど、まあ、ウェブ下にしっかり入るんですけど、えー、どんどんキャッチボールとか、まあ、これから少しずつできるかなと思うので、えー、この今、まだ斜めっぽい感じですけどこれをバランスよく仕上げていきたいと思いますはい、えー、32日目ということですね、えー。こんな感じ。 き、まあえー、昨日使って、えー、今日リキッドオイル入れようかなと思ったんですけど、まあ、やめたんですけど、えー、ブラッシングをして明日ぐらいにですねリキッドオイルまた入れようと思います、まあ、使って実際にキャッチしてリキッドオイルを薄く全体に入れてまたブラッシングということでそれでオイルがなじむとまた一層使った後になじませるとまた動きも変わってくるなじんでくるかなと思うんで楽しみです はい、えー、33日目ということですね、えー、こんな感じ今日はですねリキッドオイルを薄く入れたんですけどやっぱりキャッチボールで使って使うといろんなとこ握っていろんなとこ当たっていろんなとこで掴んだりするんでその後リキッドオイルを入れてパシパシやってると1段階進化する気がします、えー、明日にはちょっとパシパシして変わってるかもしれないんでお楽しみに 34日目ということですね。こんな感じ。まあ、最近、あの、逆閉じのグラブを見て、真ん中にふっくらポケットがあって、いい感じやなと思うのをよく見るんですけど、これはこれで、順閉じですけど、ウェブ下からちょっと人差し指より、左右対称、ウェブある以上、左右対称はないんですけど、左右対称というか、ウェブから、 ふっくらしてるような感じで、えー、作っていきたいと思いますはい、えー、35日目ということですね今日はですね、ちょっとパシパシしたんですけど、えー、まあ、ウェブ下からちょ,ちょっと中指側に広がりましたかねまあ、ちょっと自分が画面上で見ての、えー、感想なんですけどまあ、ポケットで掴む よく当てかつかみかとかで言うんですけど自分はなんかどちらもできるようにというかポケットをどう使うかまあ当たり前なんですけど、えー、ポケットでしっかりボールをコントロールできるかっていうのをまず今はやってますまあ当てかつかみかまだまだ、えー、なかなかね仕上がりきってないんで。 これからどんな感じになるかやってみたいと思いますはい、えー、36日目ということですねこんな感じ、えー、また週末がやってきたのでね、えー、この今斜め中心の状態からもうちょい上親指を深くうんどうなるか、えー、週末が楽しみですはい、えー、37日目ということですね今日は、えー、プロ野球の練習試合 を見ながらパ、えー、パシパシしてたんですけどやっぱりまずは小指特に片手で行くときに小指でしっかりとボールを押さえるウェブ下に行ってそれをきゅっとつまむ、まあ、そういったことをですね、まあ、練習試合というか、えー、菊池涼介選手のノック動画を見て、えーまあ、正面に入ってっていうときは、えー、右手を添えるだけで開いたまま行ってるんですけど まあそれでもやっぱりウェブ下をしっかり使えるようにえまずはしようかなとえ週末えパシパシ叩いていきますはいえー38日目ということですね今日ちょっと雨でキャッチボールでできなかったんであんまり変わってないんですけどまあこんな感じえ40日目に向けてラストスパートまあちょっと週末が終わってえまた次の週末 からはキャッチボールぼちぼちできるかなと思うんでその時にあまり変なシワが入らないように、えー、パシパシして鳴らしていこうかなと思いますはい、えー、39日目うん、えー。柔らかい最初から結構柔らかめのふかふかした皮なんですけどキシキシいう感じは、えー、相変わらず、えー、まだまだ伸びしろがあるなという感じで 週末は、ねえー、野球ができると思うんでしっかりそれまでにそれからも鳴らしていきたいと思います、えー、40日目ということでこんな感じ、まあ、初日から比べたらだいぶっぽくなりましたけど最近あんまり変わってないかなという感じするんですけど、えー、今週末はキャッチボールできると思うんで、えー、これからまたどう変わるか、えー、楽しみです